何もなかった。いいね第24部。始まるよ。ダブルデート後からスタートです。リン注意と別れ、道なりに進むとフィーナ登場。脱出ポイントが近かったようですね。よくよく聞けば声が似ている。合わなかったって言われたのに即バラしていく。フィーナからもミューレン大佐とのデート報告。よせよせ、あんないい男は姉にくれてやるんだ。互いの無事を確認したので、お次は取り残されたスーとガドインを助けねば。二人の脱出先は閉ざされていた南門。門が開いているので外に出ると、北門を通って帰ってきたスーとガドインが登場。ちゃんと撤退する冒険家の鏡。全くガドイン先生よ。15も年下の若造にワンパンされて恥ずかしくないの？自身の未熟と相手の腕を同時に認める年長者の鏡。ママやろ、党は公約しといたから、もう帰ろうぜ。トレジャーを発見しました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 。党脱出後は南門と西門が開いているので、帰る前にアイテムを回収しましょうね。そして今更ですが、右上では押しつぶしギミックを使って水属性レベリング。フィーナだけ10分かけて育成。効果は後ほど。オーダンダさんよ、団子に帰ったらまた船を出してくれ。目的地は東、海を越えてここより先の未知なる大陸よ。どこにでも連れて行くと言っていた団子ですが、東と聞くや態度が老変。人魚の海という単語をつぶやき、露骨に話をそらし出す。ガドインまで、そんなに危険なのかしら。一旦統制の話は後回しにされ、ガンゴの村へ。ここでフィーナの育成結果発表。水属性レベル20、HP はジャスティンの123を超えて124。全体大回復ミケロマキシム習得。MP は、やっぱレベル3が伸びねえな。イチャコラするダンダとナイナはほっといて、ガドインに事情を説明してもらうと、ちょうど今は人魚の季節と呼ばれ、東の海に住む人魚が活発に行動。人魚に会ったものは確実に命を奪われるとか。怖ぁ。船での統制は厳しい。なのでダイトの長老に他の手段を聞くことに。じゃダイトの村へ戻ろうとスーに声をかけるジャスティン。スーは返事をするもその場にポテン。どうにも様子がおかしい。本人はお腹が空いたと言いますが。心配したフィーナが再度確認するも、スーは平気平気と胸を張って前へ。いつもの調子で元気に走るスーですが、フィーナは不安な面持ち。アルマ先生に見てもらっか。船以外で東に行く方法を聞こうと言いますが、そんなの本当にあるんですかね？アルマ先生オフスオフス、ちょいとスーを見てくんな。先生が一目でわかるほどスーは疲れている。ゆっくり休めとのこと。いくら宿やテントで寝ているとはいえ、連日連夜歩き回っているからな。長老オフスオフス、偉大な勇者と褒めたたえてくれるのは結構ですが、今日は東に行く方法を聞きに、スーの様子が、スーが気になりますが話題は進む。村の近く、神隠しの丘には古代文明の機械が眠っており、転送の玉を用いることでいかなる場所にも飛んでいける。ただし充電期間があるため実質使えるのは一度きり。へ、帰る頃には人魚もおとなしくなむむむ、あのスーが自ら疲れた宣言を。今日はもう休みたいとぽつり。よしよし、ダイトの宿でねんねんね。長老の家を出て宿に向かおうとしたジャスティン。ところが、スーの様子が明らかにおかしい。これは何事？ふらふらとその場に倒れ込むスー。なんてかった！額に手を当てれば高熱。医者、医者はどこだ？アルマ先生の診療所へ緊急搬送。やはり原因は旅による極度の疲労。感染病や風土病でないのは不幸中の幸いですが、無理をしていたスーに気づけなかったとジャスティンは自責。周囲にもっと気を配れと怒られるガドイン。グーン。最も長くスーと冒険してきた自分が気づくべきだった。無茶に付き合わせてばかりで。ゆっくりと顔を上げるスー。迷惑をかけまいと気丈に振る舞うけなげさよ。フィーナとジャスティン、スーの体調が万全になるまで冒険の中止を決断。一日なんてとんでもない。一週間以上は療養なさいとアルマ先生。それでいいと返答するジャスティンでしたが、子供という一言にスーは憤慨。子供扱いチームのお荷物ごめんこうむる。三人で神隠しの丘に行って近所へ。すっかりへそを曲げてしまったスー。ムードメーカー不在の冒険家。スーのことはアルマ先生に頼み、やむなく三人で神隠しの丘へ。
人で密航決めるぐらい頑固だからな。帰ってくる頃には機嫌も治っているといいですが。何？疲労の原因がジャスティンとは。やっぱり壁越えダイビングは無茶すぎたか。宿で準備を整え、伊豆岡までピクニック。ここが神隠しの丘ね。丘の緑袋は170円、赤袋は510円。トレジャーを発見しました。生命の種は最大 HP プラス3。預かり所でねんね。コンパスポジションは北が上。ですがこの状態じゃ祠の入り口わかんねえな。崖の横穴に入ると、中に広い空間が。長老が言って、得たふもとの古代文明機械ルームですね。これが転送装置。今はエネルギーがないので稼働していませんが。転送の玉を丘から持ち帰れば動くはず。右月の塔の伝承は勇者の槍と抽象的なのに、こっちはやたら具体的に言い伝えられてますね。獲物がいたぜ。ニャルモット、暴れカエルオスオス、紫鬼じゃないのか。ダドインはカエルを攻撃、ジャスティンはニャルモット。犬目は残ったカエルにバンフレーム。マスケに失敗も240ダメージで粉砕。ジャスティンのメイスがレベル14に到達。めでてぇ。HP-ESP1、防御1アップ。パワーアップした鬼の粉では一撃40ダメージ。ガドインなら余裕があるが、イーナが食らうと3回でオダブツ。経験値177の162円。熟練度はジャスティン38、イーナ17、ガドイン獲物がいたぜ。血のりを得たぞ。先制攻撃。キツツキエイオスオス、A だったのか。まずはフィーナのバンフレームで様子見。MP すでに11回分。懲らしめてあげるわ。37から43ダメージ。これは魔法抗耐性タイプ。ならばこちらはどうだ。ジャスティン、ショックウェーブ。ちょろいぜ。経験値180の87円。熟練度はジャスティン21、イーナ18、ガドイン2。アイテム、お金回収完了。このまま南に進めば次のフロアで、ガドインの当選がレベル25に到達。めでてぇ。SP 攻撃1、素早さにアップ。楽勝だぜ。これなら楽勝ね。経験値180の58円。熟練度はジャスティン21、イーナ15、ガドイン4。じゃ次行こうぜ。ちょいと登ってもう半分。2フロア構成とは楽なダンジョンだぜ。回復回復。ああ、生き返るわ。丘フロアは3方向に分かれているので、まずは右、東側から攻略。わっせ、わっせ。東は宝箱が1つだけ。回収したらさっさとずらかりましょう。トレジャーを発見しました。金の鍵ゲット。入り口前のでかい門を開けるためのキーだ。鍵を回収するとギミックが発動し魔物がわらわら出るので見つからないよう退避。じゃ鍵を差し込みまして。うわ、開いてんじゃん。なんかすごいのがいる。ボス古代兵器サスリビマシン1号。なんたる古代文明が残した殺意マシマシフォルム。男のロマンは風の中でもメンテフリー。殺戮マシンは魔防が高くフィーナは不向き。ワオでジャスティン支援。私たちを守って。まずは一段階アップ。ガドインに続きジャスティンも攻撃。目と胴体の 2% HP 共有型。胴体は物理範囲、目は魔法範囲と回復担当。ガドイン205、ジャスティン275の計480ダメージ。私たちを守って。2段階アップ。どんどん行くぜー。殺戮愛のバンフレーム。19と23ダメージ。停止したことねえな。
敵の体力は1800、男衆が5回攻撃を貫通すれば粉砕。弱点三段切りで294ダメージ、殺戮マシン残り1026。いいなは変わらずはオレンジ。ついでガドインも通常攻撃。私たちを守って。攻撃3段階アップ、ガドインのアタックは、218ダメージ。いいな素早い再行動、数から士官バッジを引き継いだからの。さあ間に合うか、ジャスティン攻撃前に4度目の輪を。守って。いけ、4段階アップ3段切り、計367ダメージ、ブオースエイ。本当はフィーナも無知で攻撃したいのですが、灼熱無知は属性ついてて1桁ダメージしか出せんのだ。悲しいね。私たちを守って。攻撃5段階アップ、殺戮マシン残り227、もろ盾駆動。成し遂げたぜ。現地点の2000円、熟練度はジャスティン44、イーナ20、ガドイン12。見た目はかっこいいが素早さ物理ゴリ押しには勝てんな。一方その頃、ライトの村でお休み中のスーアルマ先生が出した薬はなんかうごめいてる。さすがに謎の生き物を生きたまま丸飲みにしろってのは難易度が高すぎませんかね。外をぼーっと眺めるスー、その心に湧き起こるのはジャスティンが放った言葉。どちらも子供ではありますが、14歳の男の子と8歳の女の子では体格や体力に差がありすぎる。アルマ先生はあと5年もすればと言いますが、それじゃあ遅すぎるわよ。ジャスティンやフィーナと旅を続けたい。でも2人に迷惑はかけたくない。スーの心は揺れ動くのでした。スーの心を知ってか知らずか、元気づけるためジャスティンは道を進む。回復とセーブを済ませて進軍、南ルートへ。南ルートにあるのは緑袋一つと鍵一つ。ちゃちゃっと回収して最後の西ルートに行くわよ。ここは南側を歩かないと崩れるので要チェキ。えっさ、ほいさ。ここの鍵はスイッチで柱崩し、正しい順番で2つのスイッチプッシュ。左、つまり西側のスイッチを押すと階段が現れるので。その先にあるスイッチを押して完了。じゃ鍵取って帰りましょ。どうして残ったスイッチを押して鍵を取らずに階段を登ってるんでしょうね。わからんがバトルだ。ジャスティンハンマー。ジャスティンのメイクがレベル15、イーナの無知がレベル19に到達。いろいろステアップ、めでてー。殴り対処だけの時は正々堂々くんに任せるんですが、たまにクリティカル優先して困るんだよな。勝ったぜ。経験値106の200円。熟練度はジャスティン35、イーナ10、ガドイン4。トレジャーを発見しました。金の鍵ゲット。これで西ルートが進行可能に。勝ったぜ。経験値106の200円。熟練度はジャスティン35、イーナ3、ガドイン56。わーい、レベルアップラ。ガドインがレベル31に到達。めでてー。HP3、攻撃防御素早さにアップ。うまーじ。さっき落ちるって言ったのに。ジャスティンハンマー。勝ったぜ。経験値248の124円。熟練度はジャスティン28、イーナ10。ガドインに。ガラキ大リオフスオフス、壊れた機械を宿にする。この数ならば範囲打つべし、ジャスティンショックウェーブ。ゼロダメージ。これはまさか魔法耐性マン。それはそうとジャスティンのメイスがレベル16に到達。めでてー。HP2 SP1、防御1アップ。イーナの火属性がレベル16に到達。めでてー。レベル1レベル2 MP1。
素早さ1アップ。やっぱりバンフレームもゼロダメージ。ということはダメージ与えられるのがドインだけだな。幸い2回ヒットで粉砕可能。頑張って倒してもらいましょ。出直せ。出直してこい。経験値289の400円。熟練度はジャスティン32、リーナ24、ガドイン8。わーいレベルアップラ。ああ、生き返るわ。ジャスティンがレベル19に到達。めでてえ。HP3 攻撃にアップ。うまじ。では西ルートに突撃。こちらはお金3つ。アイテム2つに玉1つ。そこそこだな。えっさ。ほいさ。これが金の鍵用ドアね。もう開いてんじゃん。ちなみに元気層はスルーしました。もう回復魔法でいいでしょ。うーお金お金。横に鎮座している石板は特に意味なし。調べても読めないよ。A の蹴っ飛び。そんなバカな。はーい、この魔法耐性物理弱点など正々堂々で十分。みんな上がれ。勝ったぜ。経験値180の87円。熟練度はジャスティン12、リーナ8、ガドイン4。ここは橋が狭まっていくので中央ダッシュ。獲物がいたぜ。リーナの風属性がレベル12に到達。めでてー。レベル2魔法神習得。効果は敵単体魔法封印。敵に通用しなさそう。ほら、ジャスティンハンマー。勝ったぜ。経験値159の300円。熟練度はジャスティン36。リーナ34。ガドイン4。うーお金お金。上が丘のてっぺん。南に行ってアイテム回収。トレジャーを発見しました。風のゴフは風属性耐性レベル4。この先のボス対策用。ガドインしかダメージ与えられへんし。これにてアイテム回収完了。では丘のてっぺんへ。そこには倒したはずのあれが。またやられに来たか。ボス古代兵器、サスリグマ変異号。若干パワーアップし HP2000。さらに得意属性が火から風にチェンジ。前回と変わらずフィーナは青でジャスティン支援。ガドインは飛竜弾をぶちかませ。139ダメージ。やっぱ普通に殴った方が強いな。攻撃1段階アップ。まだまだ序の口。食らえ、ジャスティン3段切り。計226ダメージ。1号よりかなり硬い。反撃のヒュースラッシュ。20から23ダメージ。え、この程度ならまだまだ。回復ラインは40くらったあたりだな。もっかいワオ。2号の物理技、炎月弾。私たちを守って。36ダメージか。リーナに来なければ安全だな。殺戮マシン残り1635。男集合、ダブルアタック。私たちを守って。5ヒット計440ダメージ。ジャスティン攻撃3段階アップ。殺戮マシン再びヒュースラッシュ。20と21ダメージ。そろそろ回復してやっか。リーナ上から2番目。全体中回復。ミケロマム。殺戮マシン連続攻撃。ジャスティン21ダメージ。これで大丈夫よ。全体102回復。20ダメではパーティーは崩せねえぞ、ラーン。男収縮動。ダブルアタック。5ヒット計504ダメージ。
殺戮マシン残り691。さあ、ワオでどんどん強くなれ。私たちを守って。攻撃4段階アップ。殺戮マシンここで持久戦モード。ケロマムによる自己回復。HP200 戻って残り891。なんたる遅延行為。悪あがきしおって、ジャスティンアタック。回復した分をもぎ取れー。攻撃5段階アップ。3ヒット338ダメージ。次のケロマム前に倒せるか。続けガドイン。2ヒット179ダメージ。殺戮マシン残り374。まだまだ、ダメ押しなお。攻撃6段階アップ。先に動くのは、ジャスティン、くらえ、6段階3段切り。成し遂げたぜ。経験値1200の2000円。熟練度はジャスティン60、リーナ21、ガドイン14。わーい、レベルアップラ。リーナがレベル19に到達、めでてぇ。HP に攻撃3防御にアップ、うまーじ。ジャスティンの成長を褒めるガドイン。出会った頃はレベル13、6上がって19だからな。肉体や技術の面でもそうでしょうが、精神面の成長は輪をかけて伸びている。冒険ごっこで遊び回っていた、ファームのいたずら坊主とは呼ばせないでよ。動くスイッチを高さ順に揃え、最後の一段を下げて完成。神隠しの丘てっぺんに到着。玉くんの扱い雑すぎない？何にせよこれで探索完了。ライトの村で待つ数を安心させたろ。意気揚々と玉を手にするジャスティンですが、そこに待ったをかけるフィーナ。今回はアルマ先生がいたから大事には至らなかったが、もし冒険の途中で数が倒れたら、数は連日の強行軍には耐えられない。果たしてジャスティンが助けといったところで今回は終了です。次回、別れ。それでは皆さん、お達者でー。